私が普段やってるゲームを紹介しながら喋りながらプレイするだけ。放置少女たまに、最近はしてないけど、ツイートで放置少女のツイートもしてたんだけど、どういうゲームなのって聞かれても非常に説明が難しいので、確かに放置してればいいゲームなんだけど、放置してるだけでこういう可愛い女の子が見れるんだったら始めようかなっていう軽い気持ちで、ライトユーザーでいいやと思って始めたんだけど、なんだかんだで今ちょっと半ガチ勢みたいな感じになっちゃってるんだな。あ、お気に入りは細分岐です。ツインってだね。でチャットがあったり、この右側にアイコン出てるのが私の顔、さっき通過ってチャットした。でこのゲームすごくユーザーが多くて、毎日のように新しいサーバーが立ってるんだけど、まあ、サブアカを持ってる人が非常に多いみたい。まあ、私はサブアカは今後作る予定ないかな。で同盟、よくゲームにあるギルド的なやつがこのゲームにもあって、私はこの女帝っていう名前の同盟にいて、これだね、ハートがついてる名前の同盟にいます。レベルは100いくと転生ってなってまた1から始まるんだけど、1転生レベル17、まあまあやってる方かな。まあまあ、まあでもランキング上の方を見ると1転生レベル40、50がいて、まあ長いよねって感じ。今このアプリを閉じてる間も、他のこのいろいろといじってる間も、この戦場っていう戦闘画面はずっと続いているから、経験値は入り続けるんだけど、右下の統計を押しますとこれになって、レベルアップまで5日と12時間、私が今1転生レベル17だから18になるのにあと5日と12時間かかるっていうことなんだよね。レベル30ぐらいになるのにどれぐらいかかるんだろうって。次の戦闘始まった。パーティーは私は2人だけにしてます。効果力のパーティーの少数精鋭にした方が効率よく倒せるので、前はね、本当はパーティー5人全部で10人ぐらいまで組めるんだけど、自分は外せないから、弁士、実際この弁士1人だけでいいんだけど、もう毎回ラビ様死亡してるから、この子だけで進めちゃいます。ただボス戦はちゃんとパーティーをいっぱい組まないと倒せないので、私はまだここかな。ボスを倒したら次の87のステージが出るんだけど、86じゃなくて84でレベル上げをしてるのは、この統計から見れる秒数と経験値が一番効率いいんじゃないかなって思う場所で、レベル上げをしている最中で、ガチャはいろいろあるよ。それぞれ各種1日1回無料でできるので、まあ案外無課金でも続けることはできる。これも一定時間ごとに1回だけタダでできるので良心的ですよ。課金もね、なんかパッと見はきついんじゃないって感じだけど、まあ、月1回までだったらこうやって初回2倍って入るから、元宝1円で1元宝、課金の単位はかなり良心的。ただガチャはちょっとなって感じ。でもガチャもこのユーレアまでだったらわりかし、私の弁士もこのユーレア、通称アバターなんだけど、元の副将がこの姿、元から水着です。脱がさなくても水着で、アバターでこのイベント系っていうか、その季節に合ったそれぞれのアバターが出るんだけど、例
えばこのキャラだったら、これは去年のバレンタインかな、その前かな、で新しく出た虹 UR アバアバが春のテーマのアバターだね。こんな感じ。これは復刻っていうのかな、冬だね。私は電子は結構運が良くて、電子アバターは1万6000ぐらいでゲットできたかな。でこの虹のアバアバになると5、6万じゃ済まないって聞いたんだけど、マジかな。このアバアバがすごい可愛くて、いつかはこれをゲットするためにとりあえずこれにしたって感じ。このね、文字の UR のところに隠れて見えないんだけど、ここに、あ、アラームが鳴った。ウサギがいるんだよね、ちょっと待って。調教のお時間です。調教のお時間です。すぐ行かないと。すぐ行かないと。あは、もうみんなね、早い。ちょっとこの説明は、しょうがない。パーティーが。あ、成功した、やった。ちょっと待ってね、デッキ。はい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 。説明してる暇はない、さっさと行かないと、さっさと行かないと。アクティブが非常に多いゲームなんでね。さあ、一人で行っちゃった、もうダメだ、急いでじゃ、焦っちゃダメだよ、一人じゃいけないさ。そう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 。あ、強い人来た、これは安定。あと一回、あ、これにしよう。行ったから大丈夫。左下、少女の調教、昼と夜、1時間だけ解放されて3回行くことができるんだけど、このね、個人推薦戦力、まあ私は今フルでパーティー組んでて、あ、次の戦闘入っちゃったよ。フルでパーティー組んでて総戦力が700万なんだけど、まあ、本来は足りないんですけど、キャラを短期特化でちゃんと強化してるので、この数字でも1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1000万の調教のこの一番上のところね、これはまあまあ行くことはできる。あ、もう誰もいねえよもうみんなすごい早くて、今19時45分なんだけど、19時45分になった瞬間に殺到するから、5分も遅れたらもうほぼほぼいけないみたいな感じなんだよな。宝石券が欲しいので、あと1回はここにしよう。ああ、呼ばれた、呼ばれたけどいいや。ここの戦力だったらもう1人来ればいけるかな。そのもう1人が来るか。あ、来た来た来た。あ、いけますね、ラベさん。あ、ちょっとラベさん早く。これは同盟員ですね。よし、終わった。で、チャットで、調教ありがとうございましたが、いっぱい湧くと。ちょあり。定型文登録、おっと。こんな感じ。で、この調教、もう入れないから見えないんだけど、この調教で手に入るアイテムっていうのが、その前にデッキを、この2人のデッキに変えまして、デッキ変えたから次の戦闘からまた弁士とラビ様の2人だけになる。調教分かったよ、調教分かったから、ちょっとアラーム切ってくる。